はいどうも、イツキンと申します。いつもご視聴いただきありがとうございます。ガーディアンテイルズで見に来ていただいた方は、はじめましてよろしくお願いします。いつもはですね、エピックセブンというタイトルを、プレイしているんですけど、本日はですね、同じくヨースターさんが運営を開始されるガーディアンテイルズ、略してガデテル、こちらをですね、やっていきたいなと思います。ガーディアンテイルズは、すでに海外で先行サービス開始されていて、もう1年ぐらい経ってるのかな。で、今日、日本サービスが開始されたということで、皆さんおそらくね、もうリセマラの方、始められてるんじゃないかなと思うんですけど、今日は、ガーディアンテイルズのリセマラランキングとおすすめキャラ、こちらをですね、海外情報をもとに、紹介していきたいなと思います。ただですね、海外と実装状況が、違って、一部実装されていないコンテンツとかがあるので、まあ、あくまで参考程度に、捉えて見ていただければと思います。はい。で、リセマラなんですけど、結構最近のゲームの中では、まあ、簡単というか、確定で、最高レアが出るようになっているので、リセマラ自体そんなに辛くないとは思うんですけど、やはり狙ったものを一点狙いすると時間がかかってしまう、ようになっています。で、そこで、パソコンを持ってる方はですね、ノックスプレイヤー、を使えば、マルチウィンドウといってですね、ゲーム画面を複数表示させて同時に操作できるっていう機能がノックスプレイヤーには、ついているので、そちらでリセマラするとかなり、快適にね、同時進行で、並行してリセマラできるので、かなり時間短縮に、なると思います。で、やり方なんですけど、ノックスプレイヤー、概要欄に URL を貼ってあるので、そちらから、インストールしてもらって、この右端にあるこのメニュー画面のこのウィンドウがいっぱい並んでいるこのマルチプレイというアイコンをクリックしてもらえればノックスプレイヤーをいくつも立ち上げられる設定が出てきますのでそちらでご使用のパソコンのスペックに合った数ちなみに僕は2つが限界でした。パソコンのスペックが高い方は3つぐらい起動できるんじゃないかなと思います。その後にこの矢印が2つ並んでいるこのマークを押してもらえると、マルチ同期といって、複数立ち上げたノックスプレイヤーを同時に操作することが、できる機能が、ありますので、こちらを使って、リセマラを同時並行でできるというシステムがついていますので、ぜひ、リセマラをやろうと思っている方はですね、ノックスプレイヤーをインストールして、プレイしてみてください。ただ、ややですね、まだサービス開始で、しっかりとね、同期されてないので、ちょっと動作が重たかったりするんですけど、一応、僕がやったところ、問題なかったので、一度お試しください。はい、というわけで、リセマラランキングの方を紹介していきたいんですけど、その前に、このゲームの、仕様というかシステムを紹介していくと、このゲームはですね、英雄、キャラクターのガチャと武器のガチャが、それぞれ別に用意されています。で、このゲームで強いと言われるのは、キャラクターに沿った専用武器を装備したのが強いと言われているので、この今から紹介するランキングは、キャラクターと専用装備が揃った状態の評価になりますので、その点だけ注意してください。ではまず第1位になります。こちら、弓の踊り子ティニア。この子はですね、今ピックアップもされている英雄なので、専用装備も引きやすいっていうところで1位にしました。この子より評価が高い英雄いるんですけど、引きやすさを重視するとティニアがやはり一番なのかなと思います。で、特にレイドっていうコンテンツで、かなり活躍する英雄で、レイドが結構重要なコンテンツになってくるみたいなので、レイドで活躍できるティニアを引いとくのが一番安牌なのかなと思います。で、加えて協力プレイでも、かなりの高得点になっているので、協力プレイとかレイドとか、まあ、パーティーで、遊ぶコンテンツにとってはこのティニアが一番いいのかなと思うので、ティニアと、専用装備のサルンガ、こちら両方引いて、スタートするのが一番いいのかなと思います。はい、そして続いて第2位がこちら、氷の魔女ルフィナ。この子はですね評価的には、ティニアよりも高いんですけど、ピックアップされていないのでルフィナを引けても専用装備引くのがめちゃくちゃ大変だと思います。なので、まあ、評価はね、高いんですけど、ランキングとしては2位に、落としています。なので、まあ、性能重視の方はね、頑張ってルフィナと専用装備をね、引いていくのが一番いいと思うんですけど、
おすすめはできないので、ティニアの方がいいのかなと僕は思います。で、評価的には、レイドがちょっと落ちて逆に協力プレイが、ティニアよりも上という感じになっているので、まあどっちもそんなに変わらないのかなという感じがするので、まああとは好みですね、イラストの好みとかで決めるのもいいのかなと思います。はい、そして第3位がこちら、戦の女神プリトビチェ。こちらのキャラクターはですね、僕クローズドベータでも使ってたんですけど、エフェクトがめちゃくちゃ派手で操作感めちゃくちゃ楽しい、まあ、範囲がねめちゃくちゃ広くて、火力も結構出るので僕はこれおすすめです。で、僕はですね、ティニアとプリトビチェ、そしてサルンガ、この3つをね、狙ってリセマラしてます。で、3位というだけあって評価点も悪くなくて、アリーナでもかなり高得点がついてますね。で、コロシアムっていうコンテンツは日本ではまだ実装されてなくて、おそらくね、しばらく実装されないんじゃないかなと思うので、これが実装される頃には新しいキャラ来てるんで、今は度外視でいいと思います。で、レイド協力プレイでも8点ということで、まあ普通よりちょっと上ぐらいについてるので、プリトビチェはかなり、悪くないんじゃないかなと思いますし、見た目もね、結構好みなので、僕は狙っていきたいなと思います。はい、そして第4位がこちら。霊城騎士ラピス。この英雄もですね、評価点そんなに悪くないですね。平均的な評価点になっていて、コロシアムはまあ低いんですけど、これはちょっと度外視して、見るとかなり平均的なのでおすすめなのかなと思います。で、このラピスに関しても今ピックアップされているので、専用装備が揃いやすいっていうので、まあ4位まで上げてます。まあ実際はね、評価点的に見るともうちょっと落ちるんですけど、専用装備が楽に手に入るっていうところで、4位まで上げてますので、こちらで、専用装備と揃えてリセマラを終えてもいいのかなと思います。はい、そして第5位、サキュバス霊女ビアンカ。こちらも両手剣ですね。で、こちらはですね、対人性能が結構高めについているので、対人をちょっと最初から、ガリガリ行きたいっていう人はこのビアンカを引いてもいいのかなと思います。で、レイドとか協力プレイもそんなに悪い点数じゃないので、まあバランスよく高い評価がついている英雄なので、悪くないんじゃないかなと思います。ただピックアップの対象じゃないので専用武器を手に入れるのが大変と、やはりねそこが難点なんですけど、それを除けば、かなりいい評価なので、ビアンカも悪くないと僕は思います。はい、そして第6位、幹部赤ずきんアラベル。こちらはですね、クローズドベータでは確か存在しなかった、実装されてなかったキャラクターなんですけど、サービスインの時に追加されているみたいです。で、評価はめちゃくちゃ高めですね。対人もレイドも全部高いんで、割と評価点高いので悪くないのかなと思います。まあ実際的にはラピスよりも評価的には上なんですけど、まあ専用装備がね、やっぱり手に入らないっていうことで6位まで下げています。なので、まあ正直4、5、6は全部変わらないぐらいなので、全然これはダメとかいうのはないと思います。で、僕はですね、このアラベル、リセマラしててめちゃくちゃ出たので、正直ね、こいつでいいかなと思ったんですけど、もうちょっとね、粘ろうかと思います。はい、続いては第7位、こちら、記録室の初期ラン。こちらはですね、まあ、アリーナちょい高め、レイドも高め、その代わり協力プレイがちょっと低いという感じで、まあ、やや他のと比べるとちょっと見劣りするかなっていう感じの、英雄になっているので、まあ、7位という順位にしております。結構スキルがですね、なんか回復系とか、なので、まあ、サポート系の英雄になるので、まあ、1人はいてもいいのかなっていう感じはするんですけど、まあその辺はおそらく低レアリティのキャラクターとかでも補えるので、やっぱり僕はリセマラで狙うんだったら火力を出せるキャラクターの方がいいのかなと思います。はい、そして8位になってしまいましたのがこちら、竜の化身ビシュバーグということで、かなりね竜のキャラクターでイラストもなかなか良くて、悲しい順位なんですけど、まあアリーナに特化したキャラクターで、レイドとか協力プレイがね、やや使いづらいという評価らしいので、まあ8位という評価になっております。ただまあアリーナではね、かなり強いので、まあアリーナで最初先行でガンガン行ってっていうのであれば全然悪くないのかなと思います。
まあ結局、まあ8人しかいない中で、初期のキャラクターってそんなに性能差はないので、まあ正直ね、ランキング付けはしたんですけど、まあ好きなキャラクターで全然プレイしていくのでいいと思うので、そのうちね、どんどん強いキャラ出てくると思うので、まあそんなに気にしなくてもいいのかなと思います。まあただね、あくまで目安として、これ、この順位を付けさせていただきました。はい、というわけで8人のキャラクターを紹介してきたんですが、実はまだもう一つ、リセバラには欠かせない人権が存在します。というのもキャラクターではなく、装備召喚で出る大地のネックレスという、アクセサリーになります。このアクセサリーどういったものなのかというと、防御力ダウンというデバフを無効化できる効果がついているアクセサリーみたいです。防御力ダウンっていうのは一体何なのかっていうところなんですが、まあソシャゲとかではね、最近はもうほんと防御力ダウンは最強みたいな感じあるんですけど、対人戦においてこの防御力ダウンをつけられると一瞬で倒されてしまうという、ことがあるみたいで、それを無効化できる大地のネックレスが、上位の対人戦では必須級になってくるということみたいです。ただこの大地のネックレス狙うには何パーセントなのかというと、なんと驚きの 0.01% ということで、まあ現実的ではないのかなと思うんですが、逆にですね、課金で狙おうとするともう何十万入れても出ないっていうこともあるみたいなので、正直時間をかけてもいいんであればリセマラで狙うのが一番いいのかなとは思います。ただここからはですね、ちょっとわからないので憶測なんですけど、出回っている大地のネックレスの画像を見るとですね、防御力ダウンの無効化率が、100% じゃないものが、見受けられます。で、実際これガチャで出るときにランダムでその数字が決められるのか、強化することで、低い数字から 100% まで持っていけるのか、ちょっと僕もまだゲームを進めてないのでわからないんですが、仮にですね 100% の大地のネックレスを引かないといけないんであれば、もうほぼ不可能だと思うので、正直、リセマラで狙うのは厳しいと思うので、素直にですね、ピックアップの英雄とか、ピックアップの武器を、狙うのがいいんじゃないかなと思います。ただどうしても、俺はリセマラの、猛者なんだという方はですね、ぜひ狙ってみてください。そして手に入れたらですね、ぜひコメントで、教えていただけると、僕もね、すげえと思うので、ぜひ手に入れた方はコメントをください。はい、というわけでガーディアンテイルズの、初期実装キャラ8人のおすすめを紹介してきたんですが、いかがだったでしょうか。まあまだまだ初期の英雄が少ないというところで、まあ全部をね、今回紹介して順位付けを一応したんですけど、まあ途中でも言った通り、どれで始めてもそんなに大差はないと思うので、好きなキャラクターで長く続けていくことが大事なのかなと思います。特にこのゲームですね、長く続けるとそれだけリソースを回収できるらしいので、あんまりリセマラで1週間2週間粘ったら逆にもったいない可能性が、出てきますので、そこだけね、皆さん気をつけて、プレイをしていってみてはいかがでしょうか。私もですね、メインのゲームがおろそかにならない程度に、プレイをして攻略動画とか上げていきたいと思いますので、ガーディアンテイルズ興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。